ですオブジェクトを読んだ人は客員や寂聴五分くといった詩で用いられるような技術を発話に盛り込むようになりますこの影響は恒常的なものではないためほとんどの人は10分程度で回復しますが詩や芸術の素養を持つ人が影響を受けた場合回復までに時間がかかったり檻や棺などにとらわれた幻覚を見て自らの考えを表現できなくなったりします影響下の人間に押印できない単語を無理やり使わせようとすると命を落とします